皆さん、こんばんは。今、こんばんはなんで、こんばんはって言いますが、こんにちはですかね。現代の社会論、担当は猪俣悠介です。これから期末レポートについてお話ししようと思っているんですが、今は2021年1月、9日か。9日の23時35分というところですが、まあ、すごいニュースが入ってきましたね。ニュースを見てる人やツイッターやってる人はわかったと思うんですが、アメリカの議会に4人以上が銃を持って乱入して、4人が射殺されたって事件がついに起きましたね。これはまあテストより重要な事件で、ちょっと考えてみてください。アメリカっていうのは民主主義の一番優れている国家だっていうふうに考えられているわけですね。まあ民主主義国家の中で大国なのはアメリカです。で、もう一つ今大国って言われている国はどこだか知ってますかね？ロシアではありません。もう一つの大国は中国ですね。まあ、ロシアもそうですが、中国とロシアは非民主主義的な国家です。これははっきりしています。選挙をやらない。やっても、絶対プーチンが勝つように選挙するとか、そういうことをやってる国家は非民主主義国家なわけです。で、ここからは政治学の難しい話になりますが、じゃあ民主主義国家と非民主主義国家、どっちが優れてるかっていうと、まあ一長一短があるわけですね。で、皆さん、私たちは民主主義国家にいますんで、長所の方がすぐ思い浮かぶと思うんです。で、一つは、そのやっぱり多数決で決めると。これは一番納得いく方法だっていうふうに私たちは思ってるわけですね。ですが、非民主主義国家から言わせると、まあ、その特に中国共産党ですね、マルクス主義の考え方を忠実に実践している国家は、いや、まあ、選挙自体がこう、嘘だっていうことを言ってくるわけですね。で、これはまあ、マルクスが、かなり、ブリュメール18日という本の中で深く論じてるんですが、まあ、結論だけ言うと、議会っていうのは、まあ、ブルジョアとプロレタリアートって2つに分かれていて、まあ、ブルジョアっていうのはお金持ちですね。正確に言うと、生産手段を、所有している側っていうのがブルジョア。一方、プロレタリアートっていうのはほとんどの大衆ですね。生産手段を持っていない、集団ですね。で、これが、まあ、こう、ガチで勝負して、で、最後、プロレタリアートが勝つっていうのが、マルクスの予言だったわけですね。で、実際、まあ、社会主義国家っていうのは、そういう予言に従って、まあ、できてきたわけで、で、まあ、私たち冷戦って呼びますね。英語で言うとコールドウォーですけど、まあ、その時代っていうのは資本主義国家と社会主義国家が、まあ、ガチで対立してたわけですね。で、それがベルリンの壁崩壊で、1989年に、まあ、一応は社会主義国家が敗北したと。まあ、ソ連邦が崩壊するのが1991年ですから、まあ、アメリカが勝ったっていうことに一旦はなったわけですね。しかし、まあ今の国際情勢を見て明らかなように、アメリカと中国がまあ、二大国で、ガチで勝負してるわけですね、今。で、トランプとかもかなり中国にはまあ、厳しいメッセージを送っていて、まあ一番厳しかったのは、ヒューストンっていう場所にある中国総領事っていう大使館の一番トップの建物をいきなり閉鎖してきましたね。で、これはトランプのすごいいいところって言えばいいところで、
トランプはまあ自分が正しいと思ったらバンとこうやるっていう、そういう人ですね。あの人はプロレス出身なんですよね。知らないかもしれないんですけど。で、レスラーってそういう性格の人が多いですね。つまり自分が正しいと思ったらバンとやる。で、曲がったことは嫌いみたいな、そういう性格ですね。で、これは、知識人階級、エスタブリッシュメントという言い方しますが、その人には結構嫌われますね。っていうのは、なんか説明が足りないんですね、いつも。まあ、レスラー、プロレスを思い浮かべてほしいんですが、プロレスでいちいちこれからブレインバスターするぞとか言ってやってたら盛り上がんないですよね。あれは、まあ、すごい練習した上で、すごい打ち合わせした上で、まあ、いきなりブレインバスターするんで、面白いんですが、あれまた逆に言うと、素人があれをやると死にます。本気で突然ブレインバスターすると、ブレインバスターって、まあ、検索してもらいたいんですが、まあ、首をへし折る技ですね。こう、抱えて、まあ、ガーンと後ろに投げるっていう技ですけど、あれは相当な受け身の練習をして、で、相当打ち合わせをして、でもまあ、ショーの時は突然やってるふりをするっていう、そういうのがプロレスなんですが、まあ、何が言いたいかっていうと、トランプはこう、プロレスの人なんですね。なんで、いきなり中国の総領事を封鎖するとかをやってくるわけですね。で、これが面白かったのが、何が面白いかっていうと、中国の大使館員が必死に最後紙を燃やしてましたね。つまりこうネット社会でも大事な何かパスワードかなんかだと思うんですけど、それは紙に書いて残してるっていうことですね。で、必死に燃やしてましたけど、まあすごいスピードで入ってきたんで間に合わずに、多分 CIA とかはもう燃えカスを全部押収して、鑑定して、で、パスワードもなんか多分割り出してるっていう。まあそういうぐらい、米中戦争って言われるぐらい、まあ、アメリカと中国っていうのは、まあ仲いい部分もありますけど、今はまあ結構戦争状態ですね。で、まあテストのことを教えてもらいたいと思うんですが、ちょっとまあ今時代がすごい変換する時なんで、まあ記録として取っておきたいんですが、2021年の1月の9日ですね。その議会に、アメリカの議会に、市民が乱入して、しかも銃を持っているっていうのは、もうちょっと考えられない事態なんですね。民主主義の王者の国で、で、しかも確かバイデン大統領が就任する前日に、確かトランプが煽って、ツイッターはもう使えないのかな？何かで煽って侵入させたっていうんで、トランプの同じ党の共和党の人もかなり厳しく批判してますね。まあ、それぐらい大事件で、で、4人死亡させてると。で、しかも警備はかなり厳重だったんですね、実は。で、もうこういう事態が起こることは予想していて、かなり、まあ、ガチで警備してたところを突破して、まあ、4人も侵入されてるっていうのは、まあ、相当やばい事態ですね。で、私はもうこれを機会に、アメリカは内戦に突入したって考えた方がいいと思ってます。アメリカの内戦で有名なのは、南北戦争ってわかりますかね。北部が、奴隷解放を訴えて、南部は奴隷維持を訴えて、まあ、すごい戦争をして、アメリカで多分死傷者多いのは南北戦争が一番多いと思うんですが、まあ一番じゃないかもしれませんが、まあとにかくすごい死者が出た戦争ですが、で、まあリンカーンが出てきて、なんとか収まったっていう戦争ですよね。それに匹敵する戦争がこれからこうアメリカで起こると。で、それはトランプと反トランプで、本当の戦争が起こると。で、これは始まりに過ぎないんじゃないかっていうのが、
まあ動画でわざわざ喋る話であって、これは終わりではないと。で、バイデンが大統領になっても、こういう形のテロが、バンバン起こるっていう状態が、もしかするとアメリカで起こると。いうことで、まあ皆さんに忠告したいのは、アメリカは今行かない方がいいですね、はっきり言って。まあ一つには、新型コロナですよね。新型コロナ対策に関しては、アメリカはすごい遅れてます。で、これは理由は簡単で、さっき出たトランプが、まあ、めちゃくちゃな政策をしていました。で、私最初にびっくりしたのは、新型コロナを倒すには、ハイターっていう漂白剤ですね。漂白剤を飲めばいいみたいなことを言って、で、私もそれ以来もうトランプは信用しなくなりましたね。皆さん単純に考えて、ハイター飲みますか？飲まないですよね。でもトランプ支持者の中には本気で飲んだ人が何名かいて、多分死んでます。マジで飲むと死ぬので、皆さん絶対真似しないでほしいんですけど、漂白剤を思いっきり一気飲みしたら死にますんで。まあでもそれをトランプは言ったんで、あれって言ってトランプちょっとおかしいなっていうか、まあめっちゃおかしいなと思ったわけですが、まあ話を戻すとトランプ対反トランプの内戦っていうのが、まあ一年間は続くでしょうね。で、さっき言ったように、テロの形も考えられるんで、まあ最悪ですけど、これは本当に最悪ですけど、飛行機をハイジャックして突っ込むっていう、911ですね。アメリカ同時多発テロの、作戦を立てるトランプ支持者もいるかもしれません。それぐらい、トランプ支持者っていうのは熱狂的に支持しています。で、まあ、一番いい例が、ピザゲート事件っていうの、これは、Google 検索してほしいんですが、まあ、ウィキペディアで読んでみてもいいんですが、まあ、ピザゲート事件っていう、これは私はフェイクニュースだと思ってますが、があります。で、これは簡単に言うと、民主党の小児愛者が、あるピザ屋さんの地下室で、少女を、強姦していたっていう事件があって、そこにオバマも関わってるみたいな、そういうフェイクニュースですね、デマですね。それは、まあ、トランプが流して、結構みんな本気で信じてるわけですね。で、日本でも、ピザゲート事件っていうのは本当にあったっていうふうに思ってる人が結構います。で、これは厄介なのが、規定を私がしたとしても、それはまあ、オバマの政党ですから民主党ですけども、民主党に洗脳されてるからだっていうふうに、まあ言ってくるわけですね。で、こうなると議論は平行線になるわけですね。まあ皆さん、ちゃんとネットでいろいろ検索すると、デマだってことははっきりわかるんですが、なんか英語でもすごく周到なサイトがあって、私の知り合いの、まあ、ある人は英語でその全部読んでピザゲート事件はあるっていうふうに言ってるんで、どうもアメリカにすごいサイトがあるんだと思うんですが、まあ、日本で言うと2チャンネルみたいなチャンネルがあるんですね。アノン Q とかいうサイトですね。まあそこで多分すごい陰謀論の細かな説明がバーッと載ってるんだと思うんですけど、まあその一つにピザゲート事件っていうのがあるわけです。で、まあ私はまあ人を信用するかどうかの時に、まあピザゲート事件信じてるっていう人はちょっとあんまり、まあ友達でいますけど、ピザゲートなーっていうふうに思うわけで、まあ日本で例えて言うと、国会議事堂に秘密のトンネルがあって、そこで菅首相が少女を強姦していたみたいな話ですよね。で、そんな話普通は信じませんよね。
ですが、ネット社会は、まあ、精密に、作っていくと、まあ、できちゃうわけですね。で、ここで、皆さん経営なんで、注意してほしいのが、アフィリエイトっていう手法ありますよね。広告を表示させて儲けるとか、あとはツイッターでコメントして、宣伝活動するとか。これは、アフィリエイトは、儲ける方向に使うのはいいんですが、陰謀論を広める方向にも使えるってことに、まあ、皆さん気づいてほしいです。で、それを本気でやると、大掛かりにやると、本当に詐欺のサイトっていうのが、サイトのサイトのまとめみたいのが出来上がるわけですね。で、私の友人は英語すごいできるんで、英語でバーッと読んで、このピザゲートは事実だっていうふうにはっきり言ってるんですが、まあ私から言わせるとさっきの例えですよね。まあまずないよなっていうか、ピザ屋さんでそんなねっていう話ですよね。まああんまり不謹慎なんて言いませんけど、もしやるとしたら、まあ、ピザ屋みたいな目立つとこではやんないと思いますね。お金持ちいくらでも別荘ありますから、別荘で密かにやってるんじゃないですかね。まあ、これは、非合法な話ですけど、逮捕されてほしい話ですが、まあ、残念ながら、金持ちの中にはそういう人もいますんで、まあ、やってる人もいるでしょう。ハリウッドとかの、すごい高級住宅地でですね。なんで、ちょっと考えると、オバマクラスの人は、まあ、すごい別荘でやれば安全なわけで、わざわざピザ屋さんでやる必要はないですよね。で、こういうのをネットリテラシーっていうふうに言って、本学の理事長の世耕さんですよね。世耕弘成さんかな。もう、まあ、大事にしてる話ですけど、まあ、最低限のネットリテラシーっていうのは大事で、で、さっき言ったアフィリエイトの恐怖っていうのもあって、一回このデマに乗っかっちゃうと、いくら検索しても、デマの広告とか、デマのサイトに誘導されていくって状態になるんですよね。で、そこの分かれ目っていうのは、まあ何が分かれ目かっていうと、さっき言ったような常識的な考え方ということになります。まあ、常識で言って、やっぱピザ屋みたいなところでやることはないだろうなって思って、ピザ屋はないっていうふうに考えるか、いや、もう絶対ピザ屋でやってるって考えるか、この違いですよね。まあ私は、まあやってる人がいたとしたら、大邸宅の地下室でやってるっていうのを予想しますけど、で、もしオバマがそれやってたら、まあリアルかなっていうふうには思うんですけど、ピザ屋で迷路見たくなってるとこの奥でっていうのは、なんか映画ではありますけど、現実的ではないですね。で、まあ話を戻しますとですね、まあとにかくトランプ対反トランプの内戦っていうのが1月9日からまあ1年は続くと。で、その間はちょっと渡航は自粛した方がいいですね。何が起こるかわかりません。ハリウッドにいきなり飛行機が突っ込むってこともあり得ますので、まあ行かない方がいいでしょうね。私も行きません。ちょっと怖いですね。ニューヨークの地下鉄でサリンをまくとか、やりかねないので、トランプ支持者は。トランプ支持者は多分、ネット検索すごいすると、サリンの作り方っていうのはわかると思うんですね。化学式とかでわかるんで。で、日本でも実際起きてますよね。オウム事件で皆さんしっかり知ってると思いますが。まあ、私、オウム事件の時は、本当に高校かなんかに通ってた時代で、地下鉄も利用してたんで、結構人事ではないんですね。あれに巻き込まれた
確率っていうのは非常に高くて、まあ、ただし、私の路線は国会の方は通らないので、あれは国会を狙ってテロなんで、まあ、いう具合に死傷者が出てますが、千代田線ですかね、一番死者が出たのは。まあ、話を戻しますと、まあ、そういうようなぐらいのレベルの内戦が、まあ、1年は続くっていう。まあ、銃はまだマシな方って感じですね。だからライフルですね。一番アメリカで手っ取り早い手は。で、200人とか殺すとか。まあ、ちょっと日本だと大事件ですよね。だからやっぱ銃社会は、私は反対ですね。まあ、皆さんも反対だと思いますけど、警察の拳銃って見たことあります？あれ、南部式の南欧とかいう、すごいチャチな銃で、撃っても多分めっちゃ上手い人じゃないと殺せないような、本当にヘボい銃なんですよね。でも、まあ日本の場合は警察がすごい強いので、皆さん警察沙汰っていう言葉知ってますかね？警察に厄介になるだけでもう事件なんですね、日本だと。で、これはアメリカは全然違って、アメリカはそのポリスですね、来たところで、結構みんな平気ですね。で、銃を構えられたらちょっと焦るっていう、そういうぐらいのポリスの関係ですね。で、日本は警察に呼び止められたら、やっぱビクッとしますよね、皆さん。どうですかね。ちょっと君って警察に言われたら、あ、何ですかって答えるっていうのが、そのアメリカだと、ヘイユーって言われたところで、ワッツアップとか答えてくるっていうフランクな関係ですけど、まあ何がつながるかっていうと銃の話ですが、その日本の警察がヘナチョコな銃しか持ってないっていうのはよく考えられてる仕組みで、これで日本の警察の権力を持ってすごい銃持ったら、ちょっとやばいですね。なんか警察の中で悪い人で殺しまくろうって人が出てきたら、まあいくらでも殺せるって状態になってしまうわけですね。で、日本で拳銃に関してまあすごいよく事件になるのは、まあ自殺ですね。自殺に使う警官が結構いますね。まあ多分こめかみに当てて引いて死ぬのが結構楽でしょうね。引くのがきついですけど、警察学校できちっと習ってる人なら、まあ、急所が分かって、まあ、バーンと撃てばガクッと死ねるっていうのは分かってますんで、で、たまにやっぱりノイローゼになった警察とか、まあ、精神疾患ですね、抱えた警察が、まあ、自殺すると。で、拳銃でってなると、まあ、新聞記事になりますね。まあ皆さん、ニュースには注目してください。そういう、まあその銃の話、一般の話から、そのトランプ対反トランプのアメリカ内戦ですね。何年続くかっていうのを、まあ、ちょっと注意して、ニュースセブンとか見て、海外のニュースも見れる人は見て、まあ CNN とかサイトを読める人とか見れる人は見て、ちょっとチェックしてみてください。私はかなり不安に思ってますね。この状態が1年も続くと結構アメリカボロボロですね。はっきり言って。その新型コロナどころじゃなくなっていて、つまりコロナで人が死ぬより、そのトランプ対反トランプの内戦で死ぬ人数の方が多いみたいな感じになってくると、まあ、かなり深刻ですよね。日本の新型コロナに関してのデータっていうのは、結構まあみんな焦ってますけど、まあ焦るべきなんですが、まあ人口が1億2000万人いることを思うと、まあ東京で2000人超えが3日連続で続いても、他の外国から見たら、まあまあ、よくやってんじゃないかっていう評価だと思うんですね。ですが、日本にいたらやっぱりビビりますよね。
当たり前の反応なんですけど、大阪も300人ぐらいいるんですかね。大阪はすごい小さいので、1000人なんかいたらもうちょっともうシャレにならない人口密度なんで、まあ人口密度で考えるっていうのは重要ですね、こういう時は。東京の人口密度で2000人っていうと相当な人数っていうことになるわけですね。これがだからフィンランドとかで考えたら、まあそこはまばらに人がいますので、まあそれでも2000人がかかったってなると大事件になると思うんですが、まあアメリカから逆に見ると、あれ、日本の東京は2000人で何騒いでんのっていうぐらい、アメリカは新型コロナが、その最初言ったような、そのトランプの大失策のおかげで広まってます、すごい。で、あと、ブラックマターライブです。だっけね。黒人差別反対運動も激しく起こっていて、で、あれが結局周回するわけで、どうしても新型コロナが流行りますよね。でも、まあ、黒人の命も大事なんで、アメリカはそういう時は、まあ本気でデモをかけるんで、で、まあいくらマスクしてても限界があるんで、まあそれで広まってるところもあるでしょう。なんでアメリカはもうちょっとカオスですね、はっきり言って。いろいろな事件が起きすぎてますね。一つは、まあ新型コロナ。二つ目は、トランプ、反トランプ。三つ目は黒人の命の尊厳を守るっていう話ですね。これが同時並行的に起こってるんで、ちょっと外国人は、入らない方がいいですね。よほどアメリカに詳しくない限りは、ちょっとやめた方がいいなっていうのが、私の感想ですね。新型コロナにかかる確率も結構高いですし、で、あそこは保険がないので、皆さん、海外行くときは保険入ってくださいね。海外行くのも自由ですけど、アメリカは保険入ってないんで、新型コロナで入院して助かったっていうんで、下手すると1億円とか 言われるんですよ。つまり ICU 入って、気管切開して、どうたらこうたら、あたらこうたらって全部重なってくると、治りました。はい、1億円とかなって、で、その時、保険を入ってれば、まあ、保険会社が1億円払ってくれるんで、問題ないんですけど、自費で言ってる場合は、マジで1億円払わないといけなくなるんで、もう踏んだり蹴ったりですよね。新型コロナにはかかるし、気管切開されるし、まあ、治ったはいいけど、1億円の借金があるみたいな。そういう状態ですね。まあ多分国が何とかしてくれるような気もしますが、まあこれは保証できませんので、皆さん海外行くときは保険に必ず入るようにしてください。ネットの保険でもいいので、何かしら保険には入るようにしてくださいね。自分は死んでもいいやっていう人いると思うんですけど、結局、こういう請求って最後は遺族にも行くので、例えばコロナでその気管切開して死んじゃいましたってなった場合、じゃあこの1億誰に請求されるかっていうと、お父さんお母さんが請求されるわけなんで、まあそこも考えて、やっぱりしっかり保険は入るようにしてください。ということで、余談がもう30分ぐらいしちゃってるんですが、テストの話しますね。期末テストのっていうタイトルになってて、なんかあれ、話が全然始まらないやと思った人は、こっから聞いてほしいんですが、期末テストは、知ってる人は知ってると思いますが、毎回同じ問題を出します。で、それは性別や、日本におけるですね。日本における性別役割分業家族の成立と、その修正の失敗について、2000字で述べようっていう問題が出るわけですね。で、皆さん、まあ、最初に2000字って聞くと、うわーと思うわけですね。
原稿用紙で言うと5枚ですね。で、これは研究者、まあ大学教員は研究者でもあるんですが、研究者から言わせると2000字っていうのは、すぐ書ける量ですね。なんなら足りないって感じですね。例えば今のトランプ対反トランプについて2000字で書けって言われると、ちょっと字数足りないなっていうのが正直なところです。で、今はそのワープロっていうかワードで入力しますよね。そうすると1枚とちょっとぐらいしかない量ですね。で、それでこのテーマの結構大きなテーマですね。なぜかっていうと、まあ、成立について書くのも結構大変ですけど、その後の修正の失敗っていうのが1回2回じゃないので、4回ぐらいやってるんで、それについてそれぞれ書いていくと、もう2センチに自然になりますね。皆さん授業を思い出してほしいんですが、まあ、最初の失敗っていうのは、結局高度経済成長後ですよね。で、その時に、V 字回復をしたっていう話を、こう V 字ですね、したと思うんですけど、まあ、なんか今の景気の悪さから考えたら、V 字回復したらいいんじゃないかって思うんですが、成立役割分業家族に関しては、これは逆説的に働いたっていうのが第一の失敗ですね。その、レガシーっていう言い方しますが、まあ遺産ですね。高度経済成長期の遺産っていうのにしがみつくっていう方向になってしまったわけですね。で、これはその欧米の比較をぜひ書いてほしいんですが、欧米は、すごい、不況に陥って、で、もう女性の社会進出しかないっていう結論に至ったわけですね。で、まあ、とにかく、もう女性を労働力化すると。そのために何をしたらいいかっていうことで、福祉を手厚くしていくっていう政策を取った時期があったわけですね。で、これはまあ、すごいいい作戦で、まあ、日本がまあ、今、不況になっているのは、それが失敗してるからなんですが、不況の時こそ、福祉を手厚くする。で、みんながこう働ける環境を作るっていうのが結構有効ですね。これは経営の話で思い当たると思うんですが、まあ、社長がいて、社員さんが働きにくいと。で、そこでケチなことを言って、例えば残業とかさせるとかすると、ますます働きにくくなって、辞めちゃうっていう。で、そういう工場は潰れるわけですね。で、ここでぐっとこらえて、あ、じゃあ投資するわって言って、借金するわって銀行でって言って、今銀行金利すごい低いんで、借金しても別に大したことないんで、で、これで保育園行きなって言ってパンってお金を渡すと。で、そうするとありがとうございましたって言って、女性の優秀な社員が残るっていう。これはいい循環ですよね。まあいい借金とも言えますけど、その借金っていうのは基本的に悪ではあるんですが、まあいい借金っていうのも、まあ例外的にあるわけですね。で、経営の人は、特にこのいい借金っていうのは何かっていうことを考えてほしいですね。例えばですけど、私は、乃木坂46、全然ファンでもないのに、蔦谷さんで DVD 3万1000円のを買っちゃったんですね。クレジットカードで。で、こういう借金、クレジットカードっていうのは借金ですよ。皆さん、忘れないでほしいんですが、こういう借金は悪い借金ですね。つまり自分も満足してないと。あ、これ買いたくないのにな、と思っているのに、まあ、なぜかその場の勢いで買ってしまったっていう話ですね。で、その時私考えてたのは、乃木坂46で完全限定生産版で、中になんか、その、カードが入ってるみたいなんですよね。その、46の人の。で、それをコンプリートする人っていうのが、必ずメルカリの中でいるはずだというふうに予想を立てて、
で、買ってはみたんですが、まあ、メルカリで売れませんね。なんでかなと思ったんですが、それでふと思いついたのは、まあ、これはあえてこの未開封にするんではなくて、開封しちゃって、まあ、誰々さんのカード入ってますよっていうことを明言して、メルカリで定価で出せば、それはそれで売れるんじゃないかなっていうのは今考えていることですね。つまり何々さん、もう私46ファンでは、ファンの人には申し訳ないんですけど、ファンではないので、誰々さんって正確にわかりませんが、まあカード入ってますよって言われたら、いや、それなら5万円出すとか そういう人もいるかもしれませんよね、乃木坂のファンだと。で、まあ、こういう逆転の発想みたいのが、経営は結構大事で、ゲストスピーカーというか、まあ、スペシャルコメンテーターという言い方してますが、リーさんがその孫正義の話をした回っていうのをアップしてあると思うんですが、まあ、孫正義はやっぱ経営者として非常に優れていますね。やっぱりその正しい借金の仕方っていうのをすごい知ってる人で、中で出てきた話で、確かその売上高4兆円が2兆円にガガッと下がったっていう話がありましたけど、まあ、普通の人からしたら2兆円下がったらもう大パニックですよね。2兆ですよ、2兆。もうちょっと想像できない金額ですが、まあ、孫さんから言わせれば、まあ2兆なんか、まあ半分になっただけだから余裕っていう発想ですよね。で、なんか投資家、投資会社にそれこそ投資したみたいですけど、で、リーさんが言ってたのは、人に投資するっていうのは難しいっていう話で、これも経営者の人は、まあ、特に覚えてほしいのは、やっぱ、誰に投資するのかっていうのは、すごい重要っていうか、さっき出た、保育に忙しいママさんで、一見、なんか、弱そうですよね。弱いっていうのは、つまり、仕事ができないっていう意味じゃなくて、まあ、甘く見がちですよね。でも、まあ、工場によっては、そういうママさんが支えてるっていうのは、非常にわかりやすい例で言うと、マスクの工場ですね。ああいう仕事は女の人がやりますんで、ガガガガって最後ミシンで作ってるところっていうのが、一番質のいいマスクを作ってるんで、もう最後お願いするとなると、本当にガガガガってこう、女性がバーッと並んでミシン、売ってるっていう状態になるんで、で、しかも徹夜でやってるっていう状態でしたね、第一波のニュースの時は。で、そこはいつもは体操着服がなんかを地元で作ってる会社なんですけど、大企業は全部知ってるんで、そういうところに発注を出すわけですね。福井かどこかわかりませんけど、なんか田舎で、こう手作業でマスク作ってる、あ、マスクじゃなくて体操着作ってるみたいなところに、すごい大金をバーンと払って、すいませんがマスク作ってくださいっていうふうにお願いして、まあ、例えばユニチャームとかですね、大企業ですね、が結構本社の人がもう来て、まあ、土下座はしないと思いますけど、まあ、1000万とかバッと言って、で、それでまあ、その会社も、まあじゃあそれで引き受けようみたいな話になって、まあ一月1000万だか、3ヶ月で1000万かわかりませんけど、まあとりあえず1000万でしょうね、最近だと。100万だとやっぱりちょっと動かないと思うので、工場は。まあ1000万でって言って、まあじゃあやりますって言ってやってましたけど、まあそういうことですね。だから、一見お母さんみたいな人っていう人の中には優れた、まあ、能力を持っている人がいて、そういう人が働きやすくするっていう環境を整えるっていうのが、まあ、フェミニズムの思想にも、まあ、つながってくるわけですね。そういう女性が、まあ、働きやすい環境っていうのを
いかにして作っていくかっていうのが、まあ新型コロナ以降の社会で、まあ一番求められていることではないかと思っています。なんで、もうちょっとその性別役割分業家族の修正の次の失敗はちょっともうありえないっていうのが私の意見で、つまり新型コロナでかなり日本は弱っていますね。まあこれでも先進国の中ではマシな方ですね。ズバリ言うと。で、世界の GDP の評価も多分相対的には上がってると思いますね、日本は。ちょっと正確な数字わかりませんけど、結構その新型コロナでやられてて、みんな GDP 減ってる中で、結構 GDP の規模が大きい国の中では、割とうまくやってる方だと私は感じています。なんかいろいろ安倍さんがめちゃくちゃな政策やって、まあ一番怒ってるのは GoTo トラベルですけど、あれはまあ冗談で GoTo トラブルだとかいう 冗談があったぐらい、まあやっちゃいけない手ですね、一番。まあ経済を回すっていう目的を掲げていましたが、やっぱりもう新型コロナの時はステイホームですね。皆さん、まあ1月、2021年1月9日の時点は、大阪ではもうステイホームの段階に来ています。家にいる。で、まあ本当に家にいると死にますので、食べるものがなくなるんで、まあちょっとなんか食べに行くとか、ちょっとなんか買い出しに行くとか、それはありですが、まあ基本ステイホームと。で、他の人とご飯食べるってことは避けると。で、まあこれも例外があって、これが絶対できるっていう人は他の人と食べていいんですが、これは京都大学のレジリエンス研究所っていうところで4月頃に発表された画期的な方法なんですが、まあ今は厚生労働省が言ってるんで当たり前になってますが、まあ4月の時点で言ったんで画期的だって私は言ってるんですけど、まあ何かというと、簡単なことなんですけど、食べるときは無言で食べて、で、話すときはマスクをする。これを徹底すると。で、皆さんちょっと考えてみてください。会食してるときに、本当に無言でいられますかっていうことですね。例えばですよ、その刺身美味しそうだねとか、そういうの言ってもアウトっていうことですよね。で、この言わないっていう自信がある人だけ、まあ会食してもまあ、二人であればいいかなというふうに思いますけど、まあ基本会食はしない方がいいですね。で、最後にテストのことで、まあ念を押しておきたいことは、まあ2センチっていう字数っていうのは、結構まあそんなに多くないっていう話と、もう一つしっかり読みますので、カット&ペーストとかそういうことは絶対しないでください。そういうことすると0点ですし、場合によっては、先生によっては他の先生とか事務室に言うと、もう全部のテストが0点になって、その年単位が来ないっていう、そういう深刻な事態になります。で、これはもう保護者が何と言おうと、文部科学省がもうそう決めてるんで、もう一回言われたらもうそれでアウトですね。皆さんこれここまで言われてカット&ペーストする気は起きないですよね。割に合いませんよね。私が仮にパッと見つけて、まあ、事務室に言うと、もう単位来ないっていう 状態ですよ。で、私ちょっと一つお詫びしたいのは、まあ、これまで皆さんレポート必死に書いてくれたのは、ちょっと今年度中は読み切れないかもしれません。で、これはちょっと体調の関係もあって、なかなかまあ読む時間がなかったっていうのが正直なところで、で、読めた人にはまあ、送り返していて、人によっては私の添削が届いている人もいるかもしれませんが、60人ぐらい履修してるんで、圧倒的多数はまあ私の採点を受け取ってない状態だと思います。
で、まあ、これは、まあ、深くお詫びしたいですね。やっぱり皆さん必死に書いてるんで、私も一回ごと必死に読みたかったんですが、まあ、ちょっと体調が悪い時があって、溜めてしまったんで、ちょっと今間に合うところだけ見て返却してるっていう状態で、これからまた皆さんのレポートが届きますんで、期末レポートですね。それの添削っていうのを一番優先させないといけないので、で、ちなみに私はですけど、これは先生によって本当に違うんですけれど、私ははっきり言ってパッと見てわかりますね。その、カット&ペーストしてる人。これは自信あります。漢字の並び方とか、文章の雰囲気とか、なんかこれは学生が書く文章じゃないなっていうのが、パンとひらめきますね。で、ひらめいた答案はじっくり読めば、まあ、はっきりわかるんで、まあ、繰り返しになりますが、カット&ペーストは私は完全にわかります。で、先生によってはわからない先生もいますが、まあ、今のネット社会は、結局怪しいと思った答案については、最低限 Google 検索かける必要がありますよね。で、まあ、忙しい先生の中には、その時間がなくて、まあ、カット&ペーストでも通してる先生っていうのがいるかもしれませんが、まあ、この授業に関しては、まあ、それはまず通らないっていうか、下手すると事務室に持っていかれるっていうことを覚悟してやる人はやってください。まあ、ここまで言うとやらないと思いますけど、まあ、一応念のため言っときますね。では、皆さん経営の人ってことで、まあ、いろいろ話は飛びましたが、まあ、正しい借金の仕方っていうか、こう、どこで投資をするのかっていう、まあ、自分への投資っていう言い方もできると思うんですが、まあ、例えば英会話を例にとると、今は英会話やるときだって言って、ちょっと親に頼んで、まあ、DMM 英会話でもいいんですけど、ちょっとこう、なんていうかな、家で、まあ DMM 英会話が結構おすすめですけど、家でできると。で、毎日25分、こう、英語喋れるっていう、結構いい環境なんで、で、今はなんか半額で、今ってまあ2021年の1月9日ですが、今は半額キャンペーンとかやってますので、まあぜひ入って英語を勉強したいという人は勉強したら、結構勉強になりますね。私も実は入っていて、つい最近始めて5日間ぐらいやってるんですけど、まあなんか結局グローバルなんで、つまりはそのイギリスの人が起きていたり、アフリカの人が起きていたり、まあ様々な時間でバラバラなんですが、まあ質のいい英会話を受けられるっていう保証はあるわけですね。で、私は今日、もう1月10日になってしまってますが、2時半から イギリスの人と英会話やるんですけど、もうはっきり言って今日もこの録画したんで寝たいところですが、まあちょっとやることもあるんで、まあやりますが、まあそういういい点もあるわけですね。で、今もうステイホームなんで、英会話教室通うっていう選択肢はまずないと考えてください。まあ今、英会話教室も対策を万全にしてますが、やっぱり絶対はないので、まあ DMM 英会話でもいいですし、何でもいいんで、まあ英会話やりたいっていう人はオンラインの英会話サービス。DMM は結構いいと思いますね。値段もまあ9000円なのかな、一月。まあ、一月9000円って聞くと高いと思いますが、毎日ずっとそのレベル5ですね、5つ星の先生に25分間英語で話せると思うと、これは安いですね。私は日本の人とずっと喋ってて、で、今日ってか昨日はちょうど COVID-19 っていうか、その新型コロナの話になったんですね。で、そういうのもレベル5の先生だと、全部対応してくれて、いい単語とか教えてくれて、で、あと雪が今ひどいですよね。
で、皆さん、まあ、これ最後にしますけど、大寒波って日本語で言いますよね。寒い波って書いて。大寒波って英語で何て言うかわかりますかね。得意な人はわかると思うんですが、なんかこれが結構私にはびっくりで、単にビッグコールドウェーブっていう直訳なんですよね。で、まあ、言われてみれば確かにそうなんですけど、まあ、日本人からすると大寒波って結構重い意味がありますよね。まあ、雪国ですから、大寒波来ると結構ピンチなんで、まあ、今、長野で受講してる人いるかもしれませんが、長野あたりとか、まあ、めちゃくちゃ雪降るんで、まあ、場所にもよりますが、まあ大体降りますね、長野は。で、結構ピンチだと思うんですが。まあ何が言いたいかというと、まあ自分への投資っていうのもたまには必要で、まあ実家にいる人は、まあ親に借金するっていうのが、まあ一番無利子で安全ですね。で、もうどうしても親に頼れないっていう人は、もう銀行を調べまくって、利子がすごい限りなくゼロに近い銀行から借金すると。ただし、まあ銀行の借金っていうのは結構若い人はできないんで、年収とかいろいろ調べられるんで、多分大学生は無理かもしれませんね。私のように一応大学講師っていう話になれば、まあ銀行もお金貸してくれますけど、まあちょっと大学生って言ったらちょっと無理かな。まあでも、まあこの中で経営学部で起業やってる人もいるかもしれませんが、起業してなんかプロジェクトをきっちり説明できたら、多分銀行も投資してくれますね。今はもうその銀行はとにかく投資先を探してる時代なんで、まあ確実なそのビジネスモデルっていうのを提示できれば、まあ大学生にもお金貸すかっていう時代ですね。で、最後に銀行の話で言うと、使ってる人いるかもしれませんが、みずほ銀行はやめた方がいいですね。で、理由がはっきりしていて、ここはシステム障害を、結構深刻なシステム障害を2年前か3年前かに、やらかしています。で、これはどれぐらい深刻かっていうと、ATM が2日ぐらい使えないっていうのが、こう何回も起きるっていう、そういう事態が発生していて、で、みずほ銀行の言い訳は、合併してシステム統合に失敗したっていう言い訳をするんですが、まあ銀行にとってやっぱ2日 ATM 使えないっていうのは、致命傷ですよね。私たちは ATM に行けば、まあ手数料は取られても下ろせると思って銀行に預けてるわけですから。で、それも最悪なことに、ATM のところにこう貼り紙が貼ってあって、詳しくはウェブを見てくださいって書いてあって、えって思うわけですね。つまり銀行っていうのは、インターネットできない人も利用しますよね。で、いつ止まるか、ウェブで詳細書いてありますって言って、まあ、私見ませんでしたけど、何なんだこの銀行はっていうのが、まあ私の率直な感想ですね。2日も止めるのに、どの機械が止まるかは、インターネットで検索してくれみたいな。これはインターネット時代でもうちょっと信じられない。おじいさんとかどうするんだっていう話ですよね、はっきり言って。うん、ちょっと今私怒りがこみ上げてきましたが、まあ冷静になって言うと、みずほはやめた方がいいですね。で、大きい銀行だと一番は三菱東京 UFJ。で、二番目が三井住友銀行。まあ、この二つの辺で、まあローンを組むっていうのが、まあ、正しい借金の仕方じゃないかなということで、まあ、終わりたいと思います。では、期末レポート待ってますので、そうだ、もう一つだけ付け加えて言うと、やっぱりネットの情報っていうのは嘘が多いので、
これは、まあ、ステイホームに反する行為ですが、なるべく図書館に行って、本で、証拠を、コピーとか取って、掴んでおくようにしてください。大雑把な情報は、ウィキペディアで調べてもいいんですが、さっきのアフィリエイトの話じゃないですけど、なんか変なウィキペディアに入ると、ウィキペディアのリンクをたどっていくと、ずっと変な情報に突き進むってことが起きるんですね。ピザゲート事件みたく。まあ、日本のウィキペディアでピザゲート事件についてどう書いてあるか知りませんけど、まあだからそういう形でレポート書くと0点になるんで、まあじゃあ何が証拠になるかっていうと、やっぱり本なんですね。で、これは公立の図書館でもいいので、とりあえず本で調べると。で、ネットで言うと、国立国会図書館っていうのがネットであって、で、そこで結構原文を読めたりします。PDF とかで。で、そこで確認して、で、もし出典っていうのをしっかりレポートに書く人は、ネット上で得た情報は、これは本当に大事な話ですが、最終アクセス日っていうのを書くようにしてください。で、これが書いてあるとないのとでは、全然情報の確からしさが違ってくるので、最終アクセス日っていうのを書いてください。で、これは、つまりはネットの情報っていうのはすぐ消えるわけですね。運営者の気分次第で消えるわけなんで、確かにその時に見たっていう面を日にちですね。何時何分まではいらないんで、日にちを書くということですね。で、もう一つは、実はまあ、日本語だと魚拓っていう言い方するんですが、バックアップを取ってる人がいるんですね、ひたすら。まあ、趣味ですけど、で、何月何日何分で検索のワード入れてやると、バックアップのページがバッと出たりするんですね。なんで研究者は何月何日まで分かってれば、何年のですね、分かってればワードをこう入れて、何月何日というのを入れて、パッと検索すると、バッてこう、サイトが表示されるんで、まあだからあんまり心配してないっていうのもあるんですけど、まあ皆さん、そのネットで得た情報っていうのは、これは卒業論文にも言えることですが、必ず最終アクセス日っていうのを書くようにしてください。で、皆さん、できれば本の情報で、で、出典っていうのも書くようにしてください。出典っていうのは出るに辞典の手で、点ですけど、何を見て書いたかっていうのをはっきりさせるっていうのも大事な、論文の、作法ですから、まあちょっと難しい、もうそろそろ終わりにしますが、ちょっと難しい話になるんですが、その論文っていうのは基本的にもう80%以上はすでに人が書いてるもので書いてるんですね。皆さんもレポート書くとわかると思うんですが、自分の意見っていうのはもう20%とか10%書けるかどうかっていう感じになってくると思います。で、真面目に教科書を買った人は、ズーソシオロジーのその性別役割分業の章をしっかり読んで書くだけで多分もう2000字になっちゃうと思うんですよね。で、私は2000字以上っていう指定なんで、まあ4000字書いてくれてもいいんですが、まあ皆さん暇がないと思うんでそんなに書かないと思いますが、何が言いたいかっていうと、つまりその何を見て書いたかっていうのをはっきりさせるっていうのは、先行研究に敬意を払うっていうことにつながるわけですね。つまり自分はその80%人の研究で書いてるのに、それをなかったかのように書くと、これはもう研究者としてはもうバッテンですね。もうちょっと、もう学会から追放っていう感じになります。
で、まあ皆さんはレポートなんでそこまで厳しく言いませんが、でもやっぱり出典が全然書いてないレポートは点数が低くなりますね。低くなりますね。で、だからもう瞬間でレポートつける先生とかは、出典とか見て、ああ、もうこれ書いてある、書いてない、書いてある、書いてないとか、で、分別して、で、あとは適当につけてるっていう先生も中にはいるかもしれませんね。私もそうするかもしれません。まあ、それぐらい先生っていうのは、まあ、この新型コロナで時間がなくて、まあ、結局こういう動画を撮るのが苦手な先生っていうのが多いですね、研究者は。基本本が好きなんで、あんまりネットとかはやらないんで、私は例外的に、まあ、慶応大学の湘南藤沢キャンパスって SFC って略されるんですけど、あそこの出身で、ちょうど1995年に大学に入って、まあ、95年は何かっていうと、Windows 95っていうのが出て、バカ売れして、まあ、インターネット元年とも言われてる年なんですが、私たちはさらに進んでいて、その SFC は、まあ、その Unix っていう古い OS をわざと使っていて、でも、その OS っていうのはもう、マウスは使わないんですね。もうガチャガチャガチャって ひたすら入力していくっていう、そういう OS なんですけど、私はそれが一番慣れてるんで、Windows に関して言うと、なんでこんなにクリックしなきゃいけないのかなっていうのがすごい不満であるんですけど、もうキーボード入力だけにしてくれた方が楽なのになって。まあ皆さんは逆でしょうね。パソコン使ってて普通にクリックしてるんでしょうけど、私ノートパソコンのノートパッドってありますよね。こう指でこう動かせる。あれも邪魔なタイプなんで、あれついてる機種だと、こうやって必死に打ってると、この辺が当たって 誤作動するんですね。で、これはかなりイライラしますね。こうガラガラって打つと、ガチって当たって なんかビュってこうカーソルが飛ぶみたいな状態になるんで、まあ皆さんにお勧めしたいノートパソコンは、まあノートパッドはない方が私はいいと思いますけどね。皆さんどういうの使ってるかわかりませんが、私のノートパソコンはノートパッドみたいのはなくて、で、CPU がすごい CPU で、で、HP のエリートノートとかいうシリーズかな。ちょっとエリートブックかな。のシリーズで、まあすごい使いやすいんですけど、結構ノートパソコンもみんな悩むと思うんですが、あれですね、やっぱりノートパソコンとかに関しては、まあステイホームに反しますけど、まあ家電量販店に行った方がいいですね。そのネットで買うと、あれ、ノートパッドがついてるとか まあ、ネットだと、さすがにノートパソコンだとそういうことないかもしれませんけど、まあ、往々にしてそういうことはありますので、やっぱノートパソコンぐらい高価な買い物だったら、まあ、ちゃんと見て、で、今10万円ぐらいでいいノートパソコンあります。これはわかっていて、ホアウェイから、ファーウェイとかみんな言いますけど、中国語発音で言うとホアウェイなんですけど、あそこから出ているノートパソコンが10万円ぐらいですので、まあ、それ買っておけば確実っていうことですね。ただし、まあ、ハッキングされる恐れは、まあ、ありますね。それだけは気をつけてくださいね。ファーウェイ使ってる人、もしいたら。パスワードをかなり強力にしとかないと、まあ、いつ、こう、中国にハッキングされても、まあ、仕方ないと。ということで使ってください。では、まあ話はいろいろ、とびとびになりましたが、まあ期末レポートに関しては、もう一回繰り返すと、まあここだけ見てもいいように繰り返すと、日本におけるですね、まず日本っていうのが大事になります。
アメリカとかではなくて、日本における性別役割分業家族の成立と、その後の修正の失敗について、2センチ以上で述べよという問題が出ます。まあ、これは、掲示板の方にも載せておきますが、まあ、これは問題が出ます。で、まあ、注意事項は、カット&ペーストすると、全単位が来なくなる可能性があるということですね。だから絶対しないようにということと、あとは、まあ一番確かな情報源は本なので、公立図書館で可能な限り本を見て、それで書くと。で、これは結構ヒントになるのが、なんだっけな。現代日本の基礎知識という本があって、これは大体の公立図書館にありますんで、それを見ると、まあなんか、性別役割分業って書いてなくても、なんか働き方改革とか、まあ似たような話が載ってますんで、それをまず読むっていうのも一つ手かなと思って、大きな図書館だと、例えば1980年代のがありますとか、なると、その80年代のを読むと、ああ、この時代の性別役割分業家族っていうのはこういうのがまあ最新のトレンドだったんだっていうのがわかるんで、それを比較するだけでもまあ2000字になると思います。つまり80年、81年、82年ってひたすら読んでいくと、まあもう80年代だけ語って終わりかもしれませんが、それでも私はまあ2000字以上であれば、まあ良しとします。はい。成立がしっかり書いてあれば、まあその残りが80年代の話ってブワーって書いてあるっていうんでも、100点満点つけますので、ちなみに私が100点つける先生なんで、ぜひ皆さん100点目指して、聞いたことある人はいると思いますが、春学期の平均点が80点台後半なんですね。で、これは、結構、事務の人に疑われて、つまりちゃんと採点したのかっていうふうに思われてた節があって、ただし私は完全に読んで採点してるんで、まあ自信があるんで、まあ簡単な理由で、やっぱり新型コロナの瞬間の学生っていうのは、学ぶ意欲がすごい高いわけですね。で、こちらも、まあ、教える意欲は非常に高いと。まあ、なんとかその、こういう双方向的なというか、まあ、私は YouTube ですけども、まあ、Twitter も使えますが、まあ、どうしたら実現できるんだろうって、みんな必死に、まあ、Zoom を覚えたりとかしてたわけなんで、まあ、両者の本気が重なって、まあ、すごい点数が出るわけなんですね。だから、多分、他の科目も高得点だと思うんですが、まあ皆さんは、まあ1月9日の世代ってことは第2世代っていうことなんで、まあまだそれなりに点数高いのが出ると思うので、まあぜひ80点台後半を目指してください。で、30点の、それも言っとかないといけない。ミニッツペーパーの方は私見切れませんので、30点満点つけますんで安心してください。で、出欠も、まとめてつけますんで、不安な人は、掲示板でも、ツイッターでも言ってるんで、もう大丈夫かと思いますが、もう結構ギリギリにババババってまとめてつけますので、まあ、レポート出してる人っていう、これは曖昧な表現で、つまり今から遅れてでも出しても出席になるってことなんで、時間があって、まあ出席やばいっていう人は、まあ遡ってレポート出してください。しっかり出席扱いにしますので。ということで、最後だけ見た人はこれぐらい言えばいいかな。まあ、こんなことでレポートについては終わりたいと思います。では、ご清聴ありがとうございました。最後の配信になると思いますので、まあ、とにかく、新型コロナには気をつけてくださいという、まあ、その一点ですね。
まあ最後にな、本当にしますが、若い人こそ自分が狂気になる可能性っていうのを、やっぱり真剣に考えてほしいと。で、無感染症者っていうのは、若い人にたくさんいるわけですね。で、その人がうっかりその自分のおじいさんと接すると、おじいさんを殺してしまう、まあ死なせてしまうっていう言い方もできますが、殺してしまう危険性があるわけですね。だから絶対そのおじいさんの近くには寄らないっていうことが、まあ大事になってくるわけですね。まあ最低限マスクはすると。もうなんかマスクしないで話しかけるっていうのは、もうその人を殺しにかかってるっていうふうに考えてください。では、これで、現代の社会論を終えたいと思います。半年どうもお疲れ様でした。